110番は緊急を要する事件・事故の緊急通報専用電話です。福岡県内の110番はすべて福岡県警察本部内の通信指令室につながり、通報内容は受理しながら別の警察官が直ちに無線などにより警察署やパトカーなどに指令されます。ひったくりの被害などにあった場合、被害回復や犯人逮捕のためには素早い通報が事件解決の重要な鍵となります。落ち着いて質問に答えるとともに場所をきちんと伝えてください。現場に目標物がない場合には近くの電柱に表示されている番号などを教えてください。携帯電話から通報の場合、通話終了後警察から電話をすることがありますので電源は切らないようにしてください。緊急時は慌てず焦らず110番しましょう。